月曜ジャンク一級院光る深夜のバカ力。サッカーワールドカップドイツ大会を10倍から8分の7倍楽しく見る方法スペシャル前編。一応ね、こうサッカーワールドカップにちなんだスペシャルをやる。でもね、ほら俺はこうリスナーですごいサッカー好きな人に比べたらサッカー全然知らない方だから、そのあんまりこう真面目に大行に構えた音楽とかで始まるとなんか悪いなと思って、一番最初今さらオレオレチャンプをかけてくれというリクエストをしたら、それがこう TBS ラジオの CD 室で CD 保管では貸し出し中でないと町のレンタル CD やかここはさ。ほんで俺としてはね、大真面目な曲は嫌だからそれで始まろうと思う、ちょっと抜けてる感じで始まろうと思ったら結局寸前になってね、ないですみたいになっちゃって、でちょっと不適されてたんですよ。そしたら池田がこうプロデューサーの池田が聴かせてかけた曲がめちゃめちゃ間抜けな曲だね。何これボンボーカボンボンボーンズンバカバンバンビバノンノンみたいなやつ、真面目なやつなのこれTBS が本気でこんな、これからある意味戦争以上と言われる国と国との戦いが始まるときにドンペーラパンチャンコーンみたいなやつなの、すごいね。なんだ池田くんがすごい僕のね、そういう照れ隠しのその意図を組んでくれて面白い曲を探してくれたのかと思ったら、じゃあこれから毎度毎度例えば決勝戦でブラジルとどことかなっても、中継始まる前にはドンジャ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 ンから入んの、ドリフの曲みたいでしょこれ、なんかすごいドリフっぽくね、なんかということで TOKIO の素晴らしいですね、TBS のこう公式のやつですかね、で始まりましたけれどもね、まあとにかくね、ただでさえ面白いこのサッカーのワールドカップドイツ大会ですけれども、これをねこの番組を聞くだけで10倍ね、最高で10倍ですよ、でも最悪でも8分の7倍面白く楽しめる微妙に減ってますよ、それぐらい減らしたって面白いイベントなんですこれは、ね、まあ乗るかそるか分かりませんけどもね、やってみようってことになったんですけども、そるよ基本この番組そってばっかだもん、そんなん俺4年前のあの反りまくりすごい覚えてもう俺実際、まあ4年前だから時効だから言いますけどもね、まあ、4年前にサッカーのワールドカップの日本戦の結果をどれぐらい知らないで、どれぐらい知らないまま日常生活が過ごせるかみたいな、まあへそ曲がりですよね基本的にねなんかね、右のポッケの上のところに何かついてるよ、へそですぐらい曲がってる、そういう感じの企画をやったわけですよ。でその時に一番こう早く結果を知っちゃった、その時は桐畑徹っていう、まあ今日も来てるんですけどね、その桐畑徹って若手芸人が知っちゃって罰ゲームっていうんでね、サッカーの興奮冷めやらぬ六本木の街に生で出てってブラジル人を見っけてケツを蹴ってもらうっていう罰ゲームをやったんですけども、まあ正直ちょいとしたお怪我しましたよ、番組中は笑って済ませてましたけれども、笑いごっちゃないような、あんな色のケツは初めて見たっていうケツが縦にも横にもカムバック猛攻犯みたいな状況になりましてね、まあ桐畑君のマネージャーにものすごい謝りましたよね、でしかもまあその、番組企画自体の後遺症っていうんですかね、こうその年の暮れはもちろんのことね、何年かごとの節目節目にこのワールドカップの日本チームの熱戦の模様がオンエアされるわけですよ。でスポーツニュースなんかをやってますからコメントを求められるんですけれども、見覚えがないですそれにその感動的なシーンのほとんどに見覚えがないっていうですね、すごくこう致命的なね、弱点を作ったりしたんですけれども、今回違いますよ、要はもうワールドカップ関連だったら何でも
僕は聞きたいんですよ、たとえ豚面伊集院が作った企画でも聞きたいんですっていう数字をねきちんと拾ってくから俺はね、拾ってくっていう言い方もなんだけどねスペシャルウィークにね。ほんでね企画的にはね2大企画になってて、一つはですねデブリックブーイングっていうのを開催します。ちょうど来週の月曜日が、日本の初戦なわけですよ。日本の初戦の日本対オーストラリア、大事な試合ですよ。これが大事だってことぐらいは僕は理解してスポーツニュースをやってますからね。これをえばってる時点でお前スポーツニュースやっていいのかどうかっていう問題すごくありますけども、これは大事なんです、すごくね大事です、すごい大事なんですよね、日本が決勝リーグに進めるかどうかのねその明暗を握る試合になるわけですよ。でこれがちょうど午後10時からなんです。午後10時からですから、サッカーって確か90分くらいでしょロスタイムとかを入れるとね、まあ、で真ん中のさハーフタイムのマッチのミニコンサートみたいなの入れると、大体2時間くらいになるじゃないですか。だから12時ちょっと過ぎぐらいまで多分ロスタイム入れてやるわけじゃないですか。それでこの番組は1時から生ですから、もうそれまでの間みんなでデブリックブーイングでもうリスナーも集まって盛り上がろうぜっていう企画が一つね。それともう一個はねトトをやります。すごいですよトト、豪華商品のついたトトをやりますよ。だってほらちゃんと何かこう商品がついてたりする方がワールドカップはより楽しめるわけじゃないですか。この日本対オーストラリア戦のトトをやりますから、まあ、サッカー詳しい人も、まあ、詳しくない人も参加していただいて、結構なね商品用意しましたよ。まず10名様に現金3800円ですよこれ何にちなんでるか教えてあげようか。この3800円は番組予算が3万8000円しかもう残ってなかったから、だから10名様に3800円っていう割と単純な計算で大体できましたね。でサッカーにちなんで11人にしようかなと思ったけどワンのがすげえ難しいんで、10名に3800円、それから20名に深夜のバカ力カードのセット、ラストがすごい。これラストのその、まあ、これは今言っちゃうとね、今言っちゃうと急いで言っちゃうとなんかそれ目当てだけで聞かれるのも嫌ですから、正直未だかつてないと思いますよこれ。ないよね、いろんなところでそれこそサッカー詳しいタレントさんとかいろんな企画をやってますよね、いろんな番組やってますけども、ここまでお前本当大丈夫なのっていうような前代未聞の商品を出したいと思ってますね。まあ、細かいその参加のルール等ですね、説明しつつ、あとそれから始まったばかりの新コーナーもありますから、普通のコーナーやりつつ行ってみたいと思います。本日はですね、ボニーピンクラブイズバブル。月曜ちゃん今月はねいろんなことありますよ。特に駐車違反の取り締まりが厳しくなったっていうことで、うちのかみさんがですね仕事場に送ってくれねえくれねえですよ。ねね、送ってくれねえだけないんです。玉の奥で家に出てると、てめえ運転席座ってろみたいな、私買い物に行くからちょっと運転席座ってくんねえかみたいな感じで、俺免許持ってねえっつうのよ。もし調査員の人来ちゃったらどうしようみたいなさ、まあそれと並びでワールドカップですよ。このサッカーワールドカップドイツ大会を10倍から8分の7倍楽しく見る方法スペシャル第1弾です。河野団長と一緒に日本代表を応援しよう、デブリックブーイング大開催。これ今日がもう脱腸なんですけども、これは個人的には脱腸なんですけども、ヘルニアヘルニアなんですけど、団長こっちは。じゃあ改めて紹介します。この番組のアルバイトでありですね、そして、漫才ヒットマンの大きい方でありですね、はい、そして何よりサッカー大好きの河野和男団長です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。
よし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 、来た来た来た、ワールドカップ、いきなりですけども、はい、団長、はい、団長はいつもあれですね、何ですか、手探りで盛り上がるのが得意ですよね。いや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 、もう団長、急に団長ですからね、びっくりしちゃった。はい、7分前まで団長なことは一切聞かされてないですから言ってなかった。言ってる、言って言って、一昨日かな、団長に選ばれたの。言ってよ、その段階で。じゃあ、いや、これはね、河野君にとって全然悪い話じゃないんですよ。そうですか。一応河野君はやっぱりお笑いでお祭り男で、はい、サッカー好きと来ると、もう大好きですね。やっぱり家でこう一人でサッカーを見るよりも、はい、大勢で応援したいと思うでしょ。いやー、そうです、確かにそれはそうです。それがこの番組のね、はい、リスナーと一緒に「やったー!」とか「ゴール!」とか、はいはい、あー、トラベリングだ、違う、3歩歩いちゃってるみたいな、そういうのを、なんでバスケやりたいでしょ。いや、あー、ジクジクしてる、ジクジクしてる、なんでどこ打った打ったの、なんかがまあ、みんなそんな盛り上がりしたいですよ。したい、したいでしょ、みんなと一緒にね、したいでしょ、喜び。俺から見たらいいツボなのに割っちゃうの、師匠みたいな、それを出したいでしょ。師匠気に入られるんだろうな、それ。まあまあ、関係ねえよ、だからそれに一喜一憂したい、そう、したいです、そういう、したいでしょ、はい、そこで私が人肌脱いじゃいました。マジっすか。あのね、あの中田ドットネットカフェにも負けない、お、素晴らしい会場を、はいはいはい、抑えました。マジっすか。抑え気味です。え、抑えてない。会場発表しようかな。あ、いいんですか。エコー入れちゃおうかな。いきます。TBS の中のどっか空いてるスタジオです。か会議室です。かあんま人の通らない廊下です。抑えてないでしょ、だってそれ。だから何気味とか、なんかいろいろこうスタジオ管理表みたいなの見てみるとさ、はい、なんかこうその日はやっぱみんなあんまり仕事したくないのね。だから空いてんのよ、結構。結構空いてんすか。空いてるから、はい、こちらなんつって入っちゃえばできる、入っちゃえばでいいんじゃねえかっていうことで、はいはい、で、ただちゃんと聞いてほしいのは、はい、デブリックブーイング、あ、え、デブリックブーイングって何。デブリックブーイングの方ですよ、はい、パブリックビューイングとよく間違えられる方いるんですけど、はい、デブリックブーイングの方ですから、まずちょっとだけ、ちょっとだけ、あ、ちょっとだけこっちの方が豪華なんですよ。あ、そういう意味で。じゃあ、ね、これリスナーの皆さんもちゃんと本当に招待しますから、はい、パブリックビューイングなんかと一緒じゃないですか。デブリックビューイングを、おう、デブリックビューイングの方、はい、PV じゃないですからね。ドメスティックバイオレンスが DV ですけど、一応 DB の方なんで。なんで入れたんですか。いや、なんかちょっともしかしたら面白くなるかと思ったんですけど、そんなにはならなかったですね。DB、よく聞いてください、はい、このデブリックビューイングっていうのは、はい、他のよそでやってるパブリックビューイングなんかとちょっと違うわけですよ、これ。お、そうなんですか。例えばこう埼玉スーパーアリーナとかでやるでしょ、これ。やりますね、よく、はい、あれとか、あといろんなスポーツバーとかでやるんでしょ、はい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 。でもああいうのは変な話、こう BS とかハイビジョンとかの、はい、NHK の放送をみんなで見て盛り上がろうみたいな、でっかい画面で見て盛り上がろうみたいなやつでしょ、はい、要はその NHK のやつを 見るわけじゃない。そうですね、はい、こっちはオリジナル中継ですから。え？こっちはオリジナルの中継ですから。オリジナルの中継ってどういうことですか。オレジオエチゴさんって知ってる？オレジオエチゴさん、俺、オレジオエチゴさんが、え、セルじゃない方？俺ですよ、オレジオエチゴの、オレジオエチゴさんこと、俺の音声で完全にお伝えします。正確に言うと、はい、俺が NHK のテレビを見て喋るのをみんなが聞くんです。はぁ、い？英語はないよ。ええー、だってテレビ、でっかいテレビがないもの、残念ながら。はあ、そういうのはもうだって後のトトにさ、一応3800円を10名様っていう今回の予算のほぼ全てを使っちゃう。映像、え、見れない。さ、ちょっと文句がましいこと言うのは気をつけてよ。ラジオ局でやんのに映像ねえの、映像ねえのってどういうことだってことですよ、あんたの言ってることはさ。いや、まあ、そういうこと、日本そば屋でさ、パスタねえの、パスタねえのみたいな感じじゃない、それ。待ってんの。そうだ、要は、ね、時に音声のみの放送ってのはこうイマジネーションを喚起してハイビジョン映像も超える映像が頭の中に広がるんだよ。せき込んじゃったよ。せき込んじゃったよ、この人も。一気にいいこと言ったら、ちょっと。なんだよ、俺今すげー騙されそうになった。危ない危ない、ほんと。どういうことですか、これ。もう一回ちょっとメモ読むわ。
メモ時に音声のみの放送はイマジネーションを喚起してハイビジョン映像をも超える映像を脳内に描き出すものなのだよ河野くん。そこまで書いてあったんですか。書いてあった。ここはいいの思いついたから書いてある。じゃあオレジオイチゴさんってのは相当じゃあもういい当たり前いい実況してくれるんですか。オレジオさんあのさオレジオさんもめんどくさい俺だけども もうそのキャラ脱皮あのもうだってあんま知らないし、ね、あのね、はい、リスナーの皆さんもね聞いてもらいたいわけですよ。あの俺はその道20年のベテラン DJ なんですよ。まあ確かにまあそう言われるまあそうですよね。そうでしょ。その20年間蓄積したボキのこのボキャブラリーの全て表現能力の全てを、はい、ね変な話 NHK の映像をさらに保管する形で俺はもうみんなになるほどねあの中継することができるわけですよ。そしてまあこれあんまり押すとやべえけどスポーツニュースの MC はいはいはい僕はねスポーツニュースの MC としていつも何を心がけてるかっていうとね、はい、大橋アナに迷惑をかけないようにしたい。なるべく大丈夫大橋アナの行き過ぎの間だけ何かちょっと喋るようにしたい。間違ってない。大丈夫どこにも薬にもなんないことを言っていきたいと思ってる。伝わってるかなこれ。間違ったことが伝わってるからちょっと先に行くけれどもあのまあまあそうやって団長が心配するのは分かるんですよ、はい、要するにほら盛り上がんない場合は団長の責任ですから。俺そうですよ。あまあ確かに団長そうですよ責任ですよ。そうだからあの昨日の日本対マルタの試合があったじゃないですか、はいはいはい、走行試合っていうか、まあ、ありましたね、まあはい、野球でオープン戦みたいなのあったじゃないですか、はい、あれの VTR を見ながら、はい、あの構成の渡辺くんの指導のもと、はい、あのちゃんとあのシミュレーションしておきましたから。あそれは助かる。そうでしょ、はいはいはい、昨日見た。昨日あの、まあ、超見ましたけど。ってことはスポーツ魂はスルーってことだね。あの先輩の、はい、先輩の出てるスポーツ魂は完全真裏だったから。真裏ビデオで撮って 1.6% だったよ視聴率。誰も見てねえよ。もう誰もビデオで撮ってみましたけども。まあその、 あの、はい、一応あの日本対丸太戦が完璧に俺伝えられれば映像がみんなの頭に浮かべば、ね、逆に楽しみになった。伊集院さんが実況してくれることなんてないですもんね。ないでしょこれ、はいはいはい、来ましたよ。じゃあちょっとあの、パブリックじゃねえやデブリックブーイングちょっと聞いてください。さあ、両国の国歌斉唱も終わりまして、あとはですね、キックオフを待つばかりです。今日の対戦国のマルタですが、FIFA ランキングにおきましてはですね、125位ということで、日本の18位に比べるとかなりこれ、格下ということになってるんですけども、ヨーロッパの、あのワールドカップの最終予選におきましては強豪日本のライバルですね、クロアチアと引き分けるなどのこう侮れない一面なんかも見せておりましてですね、まあ、あのいずれにいたしましてもこうジーコジャパンといたしましては、最後の本番前の調整試合になりますから、対象してですね、勢いをつけていただきたいと思います。あの日本のスターティングイレブンの方に多少異変がありましてですね、特に、ツートップ、あの坊主狩りの人なんでしたっけあの人、あの俺前のワールドカップの時に飛行機乗ってたらなんか痛いなってなったで、今度はなんかドイツ戦でちょっと痛いなみたいななった人が今日は出てません。大事を取って、今日は、あのスターティングイレブンから外れております。で一方あのリンカと付き合ってた人がですねもうあのほら直前にちょっと怪我して吹き明けでまたちょっとドイツ戦で無理しちゃったから大丈夫かな、いやでも今日は休んでた方がいいんじゃないかみたいなんで今日はあの来てないんでですね、その代わりにですね、あ、すでに帰国しております、来ております、帰国しております。ポーンポーンとね、今なかなか赤い人にボール取られちゃったよな、ほらで今赤い人蹴ってる、中田の横をコロコロっつってね、もう一人の赤い人に渡って返せこの野郎ってしょボール行って転んだけど笛はない。さあまだ赤い方の人がボールをあのやってますよなんかで結構ね、あのマルタのゴールの近く、あー取った、これサントスこれ4トスどっちサントスの方。まあ私ですね、これあの私の感想なんですけれども、あの途中の CM にですね、あのサザエさんのマスオさんが自動車買うのに、ローンを組みたいみたいな CM が入ってですね、どうかなそういうの、サザエさんが金借りるみたいなイメージは、しかもねマスオさんがモテたいからみたいなことなのストーリーが、マスオさんが車あったらモテんだろうなみたいなこと言ってるところに穴子くんがじゃあ買っちゃえばいいじゃんみたいので、マイカーローンみたいな、ジーコ喜んでる、ジーコ喜んでる、
ゴールが入りました、さっきさっきゴールが日本に、さっきゴールが入りました、やりました、この人が入れました。割と男前の人が入れましたよ。顎のところにちょっとほくろのある男前の人が入れましたよ。入れましたね。今スロービデオが出てますけれども、ポーンと来て、中の方にこの3ドスか4ドスかの人がコロローっつったやつを、オルジャレオルジャレみたいなの、あのあれだ、スルーして、それスルーして、ポンポーンのドーンでございます。開始してから、すぐです、すぐですね。今日本が1点取りました。なおかしいでしょこれ。な臨場感がすごかったよ。あの野郎、俺じゃねえよ。プロデューサーディレクターの池田が、俺はもっとすごい描写も入れてたんだよね。あのドイツなのにアコムの看板があります、アコムの看板があります、だからいらねえんだってそれ。ドイツの人、ね、カタカナでアコムって言ってもドイツの人なんだかわかんねえしみたいな、ポンとか、な何ポン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 、いてーとか、そう気持ちとかいいんですって、だからその絵が浮かんでこない全然。何マスオさんの話とか、まあ、コンセプトはサッカーにまるでまるでこう知識のない松木安太郎っていう感じのなんかうっせえだけだなこれみたいな、サッカーを知らない松木っていう感じでやってる。松木さんサッカー松木さんからサッカー取ったら何も残んないでしょ、だってひどい、ひどいよ。なんでですか、ひどいよ。松木さんからサッカー取ったってサッカー取ったって何か残るかもだよ。せめてサッカーの勉強してこいよそのおっさん。さて、こんなですねデブリックブーイングにリスナーの皆さんをご招待来るのみんないいのこれで、皆さんだからさ、あのサッカーが大好きな方は怒るからやめて。あ、なるほどね。あと、あの大嫌いな人は来てもしょうがないんで、これもやめてほしいんですよ。難しい、これ応募の条件がすごい難しいわけですよ。そうですよね。あのサッカーはまあ好きなんだけど、興味はあるんだけど、伊集院のバカには多少付き合えるみたいな人で、であと、D ガーを持ってるから家帰ってゆっくりちゃんと見れる見れるなっていう人だよね。記録が残ってると、うん、それからはそうだな、あとなんか家にどうしてもいられない事情があるみたいな人はやめて。それはなんかほらなんかいい滅滅とするじゃない。こっちのテンション的にもね、こっちのテンション的にもすごいきついね、はい、あと久保さんも来ない方がいいと思う。久保さんも多分家で見た方が多分いいと思う。もう公演本当に来てると思うでしょ。もう俺ちゃんとやらなきゃと思う、すごいちゃんとやらなきゃってすごい思うわね。あといろいろ本当に細かい大人のことで言えば、夜遅くなっちゃうので未成年の人はダメです。あ、なるほど、これダメなんですね、はい。あと、マジでスタジオの許可がまだ取れていませんので、あのどういうとこになるか分かりませんよ。大丈夫ですか。あの地下駐車場の横の便所の前の通りっていうのは人が本当に通らないですよ。あそこのところでみんな車さんになって座る可能性もありますんで、汚れてもいいズボンで来てください。遠足みたいになってきたなこれ。なりますんでね。遠足だよこれ。デブリックビューイングに来たいという人ですね、はい、10名だけですからね。デブリックブーイングにビューはないんだよね。ビューって見るってことだろ確か。もうないんだ。そうだよね、ビュー踊り子ってのはあの外の景色が見えるやつだもんなってのは大きくうなずくな渡辺くんは。そういう例えの時だけは後世の渡辺くんはその通りっていうな、本当なスーパービューです。うるせえよそんなメモ。それで、このデブリックブーイングに来たい人はですね、これハガキでのみ受け付けたいと思います。おハガキにあなたのお名前、住所、年齢、電話番号、それからまああのさっきのオレジオさんの実況を聞いた感想といいますか、自分は大丈夫ですよっていう。優しいなみんな。そう、優しい人しか来ちゃダメに決まってんじゃないか。向けてたなこれ。だって変な話だけど俺は見てんだぜテレビ。そうだ俺見られねえんだ俺。そうだよ。むかつくなんだよ。俺見ていい加減だこのあの。要するにあれだろ、あの昔の大戸屋でさ、あの右斜め上のテレビ見ながらさ野球中継見ながら俺に忘れやよっつってる親父の話を延々と聞くようなもんだからさ、そういう意味じゃさ、を書いて送ってください、はい。で宛先はですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字からデブリックブーイングの係までお願いします、はい。で、これ細かいこと言いますよ。応募はハガキのみで、これメールは受け付けてません、大変申し訳ありません。それからとりあえず12時は回るから TBS の中にはいてもらわなきゃいけないのかな、始発で帰るようになるのかな、
始発で帰る覚悟の人だね、うん、基本的にはね、で悪いけどほら責任問題になっちゃうから閉じ込められるよ生放送のラジオぐらいは流すけどもうろうろはできないよやばいんだから俺いつもそういうギリギリのところなんだから一応またギャラクシー賞を取ったから3回まで、ファールが許されるようなわざとねただ大きいファールは即退場になります即退場ですから ね, ね、あれは、むしろ逆効果でてめえギャラクシー賞もらったからっていい気になってんじゃねえよみたいなそんなつもりはないのにっていう学級委員のパンティ泥棒みたいなことになっちゃいますから学級委員の分は抜いてくれよみたいなことになっちゃいますから、それは許されない、もう本当に困っちゃいますからね、そういうことでですねはがきは今週金曜9日到着分まで有効です。到着です、はい、でこれね、いつものやり方で申し上げます。人手が足りないんで当選者の方には今週の土曜日、10日の夜7時から夜9時の間にこちらから電話をかけさせていただきますね、ですから番号非通知のコールを拒否している人はですね、この間だけでも解除しておいて、いただきたいと思います、ね、で夜中になるイベントなのでトラブル防止のためにですね当選者確認の電話の時にご本人が別にご本人が絶対取らなくてもいいけど例えばお母さんにご本人いますかって言ったら今運行してますとかで出られないやつはダメですお母さんが高尾なんか変な人からみたいなそれぐらいの感じで出れないとダメ、ね、ダメですよ。後で塾から帰ってきてからみたいになってもこれ残念ながらダメになっちゃいますんで時間だけは、この時間だけはですね、はい、こんなくだらねえことに付き合わせるのに高速が多いし条件多いなお前本当死んでくれねえかなって思う場合は団長に団長に全部責任を待って待ってお願いします。一瞬光るメモゲラゲラベブですぞで、むしろ体脂肪率 100% を目指してますからで、そうするとベブやめろよベブドブス頂上決定トーナメントブスワングランプリ前回から始まりましたですね新コーナードブス頂上決定トーナメントブスワングランプリでございますけども、まあとにかくですねまあ先ほどのさっきのメモどこ行ったんだっけ音声のみのはイマジネーションあー忘れちゃったですねということで要はね絶世の美人もねね、まあどん底のドブスさんもねもう映像で見たらそれまでなんですよ。映像で見ちゃったら、結局おの何度付き合えんじゃんみたいな感じ大体のとこはなっちゃうんですけども音声から喚起されて頭にこう湧いたそのドンブスこそはもうとてもじゃないけど太刀打ちできません。でですね、皆さんの心の中に住んでいる頭の中に住んでいるドブスさんをですね格闘技形式格闘技の入場形式で紹介していただいてですね、まあ番組専属のジャッジメン、プロデューサーディレクターの池田 AD の中山、そして、アルバイトの河野この3人のジャッジでどっちか勝ったかを決めていこうってことなんですけども、すごいよ各ジムから各ジムからすごいいろいろ参戦してきてるんですけどまず今回はマッチメイクされてないけれども一応登録されたというか、参戦を宣言した、選手ですけども、ペンネーム夏色の色鉛筆キャッチフレーズ水木しげる先生の創作意欲の源
おお、リンクネームヘドロ夫人、ヘドロ夫人。いいね、そこはかとなく付き合いたくない感じがすごい出てきますもんね。それからですね、ペンネームつくよみ、キャッチフレーズ八つ墓村の老人ロナウジーニョ。髪型かな、髪型なんだけどロナウジーニョっぽい髪型なんだけど不健康そうなのかな。八つ墓村のロナウジーニョ、リングネームメイデン卑弥呼。ペンネーム牛焼き芋推薦、キャッチフレーズ3年前の柏餅。すごいな、3年前の柏餅。枯れてんだよな、周りは多分な。カピカピなのか、カピカピなのかね。俺のイメージは3年前の柏餅を横にした感じだから、ちょっと髪の毛とかがグダグダでこうこびりついてるみたいな髪の毛で、唇がやたらでかくてカサカサなイメージなんだけど。リングネーム、エカテリーナ鈴木。ペンネームめぐみゅ、キャッチフレーズ我が高校の偉大なる将軍様。いそうなんだよね。いそうなとこにそこはかとない怖さがあるよね、このね。リングネームテポドンジョンイルコ。ペンネーム雪見障子から、キャッチフレーズ一人ブラックマヨネーズ。これ前のがね、キャッチフレーズが一人ブラックマヨネーズで、リングネームがそのまんま松井っていう。うまいんだよ、この2つのキーワードだけで顔質みたいなものをかなりドーンと頭の中こさせる技術はあるよね。あとはですね、ラジオネームバー軍団、水陸両用ブス。リングネームゴック田中だった。ガングロで太ってるよね。で、ガングロで絶対太ってるよね。で、中3までは水泳やってるから肩の筋肉がすごいと思うんだよね、絶対。続いて、あー、ペンネームないな。キャッチフレーズみなぞうくんの生まれ変わり。リングネーム、早乙女エレファントアザラコ。アザラコじゃねえ。ラジオネームバー軍団、キャッチフレーズエロくもかっこよくもない高田久美。リングネームいいよ、不幸だくだって。ね、不幸だ、不幸だく。派手な登場曲には似合わなそうな感じの不幸だくですね。それじゃあですね、そんなこんな強豪を押しのけて、今回これは銭の取れるマッチメイクやと。ねえ、これは銭の取れる試合になりそうやということで、組まれた、2カード4選手早速呼んでいきたいと思います。ペンネーム、あえて中本ジーコ。赤コーナーよりカラオケ館のボトルシップダム歌姫選手の入場です。カラオケ館のちっちゃい部屋に一人こもり、シンガーソング&イートフーズ、ドリカムポテト大塚愛、フライドチキンフライドチキン工藤静香、ピザピザピザ高田久美、ピザ高田久美、いつしか部屋から出られません。キューティーハニーフルで歌ったら消費カロリー 20.6 って出ました。もしもし、ジャンボコロッケの副長と2日間延長でお願いします。今日はカラオケ館の改装に伴いルームナンバー103ごとやってまいりました。カラオケ館のボトルシップダム歌姫選手です。かよ、すごいよ。だから
あのカラオケ館のルームナンバー103、あのほら団体用じゃなくて小さい部屋あんじゃんね、小さい部屋で訳ありの女が一人で歌ってる時があるやつね、もしくは二人がものすごいイチャついてる時がある、あの小さい部屋から手と足が出た格好で来てるからね、もうね、もう出られなくなって、なんかパツンパツンになってますから、カラオケ館のボトルシップいいね、この一行でスコンってくるんだよね、カラオケ館のあの防音の部屋の中でもう、あ、どうやって入れたんだろうっていう状態になってるわけですよね、ダム歌姫選手ですね、カラオケ館のちっちゃい部屋に一人こもり、シンガーソング&イートフーズ、ドリカムポテト大塚愛、フライドチキンフライドチキン工藤静香、ピザピザピザ高田組ピザ高田組ですからでいて、あの都合のいい頃だけ見るタイプっていうところがちょっとこう性格的なもので、キューティーハニーをフルコーラス歌ったら消費カロリーが 20.9 キロカロリーで出たんですね。だからジャンボコロッケを6個食うんですよね。この状態がまあなんかズーズーしい感じと前向きな感じってのはすごく出てて、かなり手強い選手ですね。さあジャッジの方、頭にこのルックスをちゃんと思い浮かべたまま言ってくださいよ。さあ青コーナー、このダム歌姫にチャレンジするのは、ペンネーム、ニートになるにも素質がいるから、この選手です。青コーナーよりがっかりチャットレディ A ロクスポ選手の入場です。さあ今日も登場前のお約束です。スクリーンにご注目ください。細くて長い自慢の足からゆっくりパンしてエロパンティー、ここで時間を稼がせていただきます。無料サービスポイントを完全に消費させていただきます。さあ突然出ました、長いツラ、長いツラ出ました。 A ロックスコ選手の長いとプロフィール欄のモデル体型の私とエッチなお話しませんかに釣られてクリックすれば、あとは延々ものすげえ上からの男なんてトークと宇宙の仕組みの解説、手首の傷をちらつかせ切るに切れない無限地獄、好きな言葉はあたいの腕にある魚の骨のタトゥーの意味知りたい、嫌いな言葉は別に、殺し文句はお前の個人情報は掴んでんだぞ。さあ来ました、がっかりチャットレディ A ロクスコ選手リングインで。あのね、まずキャッチフレーズのがっかりチャットレディですよねこれあの今流行りのビデオチャットですね、多分ね、がっかりチャットレディですよ。そしてリングネームの A ロクスコってロクスコずるすぎだろ、ロクスコこの時点で顔長えもん。途中の入場の時のあの煽りアナウンスの中には一切ないけれども、鼻の横にほくろあんもんね。あと知らない街旅すんもんね。どうやったってこれね。わこれね、ジャッジがすごいもん。ジャッジの基準はどっちと付き合うかって言ったら付き合う方を抜くってことだからね、これね。うわこれどっちなんだろう。赤コーナーのダム歌姫選手は体型的にはでかいじゃん。体型的にはもうでかいんだよね。でいて青コーナーのそのがっかりチャットレディこと A ロックスコは足はモデル並みなんだと思うんだよ、細いんだと思うんだよね。でそこまでは引きつけてんだけど、どっちなんだろう、その分どっちなんだろうっていう。あたいの腕にある魚の骨のタトゥーの意味知りたい嫌いな言葉は別にそら嫌いだろうな、自信満々のやつですからね、これね。ねえ、僕はね、難しいですよ、
これ本当僕のことをジャッジ、もうジャッジ頭に決めてくださいよ。僕的にはダム歌姫はまだ愛せる俺。明るいし明るいしね、なんか A6 スコ上から来るし、すっごい上から来るし。さあ一体ジャッジはどうなるのか、赤コーナーがダム歌姫、青コーナー A6 スコ。まずはプロデューサーディレクター池田のジャッジ。青コーナーやっぱロックスコーナー。またねこのジャッジメンたちは生のロックスケの方を見てますからね、結構そういう意味での不利は、不利というか有利はありますよね。さあそして AD 中山ジャッジは青コーナー。早くも2本取りましたよ。ただ一応コーナーのジャッジも聞きましょうか。さあコーナーのジャッジは青コーナー。3-0で取りました。勝ったのはがっかりチャットレディ A6 スコー。ロクスコ強えわ。ロクスコ強え。あの羅生門にいたババア2006あいつ誰だっけ、なんとか梅と戦ってもかなりいい勝負するよね。スケルトン梅、スケルトン梅と A6 スコ、かなりこれ強いわ。さあ続いても好カードが組まれております。まずは赤コーナーはですね、ペンネーム不思議犬トントンからこの方。赤コーナーより脇の下に咲く一輪のラムネシア日本海か野生のラマの屍か、ゆっくりとゆっくりとコロシアムにツンのスメルが満ちていきます。おっとジャンボスクリーンの画像にノイズが、ジャンボスクリーンに凄まじいノイズが、電波干渉か、匂いの電波干渉なのか、出た出ました、エイトコーです。お客様危険ですので、匂いの見張り板を投げないでください。お脇にキティちゃん扇風機をヘッドロック、脇の開いたプレスリー風コスチュームのピラピラが客席に向けてなびいております。そして客席は泣いております。好きな言葉はムレてないっすよ、俺ムレさせたら大したもんだ、ムレてない。好きな長州力のパロディは長州力。赤コーナーより脇の下に咲く一輪のラフレシア8-4選手のニューチャオペ。これはねリンゴアナもテンション高くなりますよ。8-4選手、入場風景のいいところはですね、最初は現れないわけですよ。普通はエブリバディダンスナウが一叫びあったところで出てくると思いますよ。脇をパクパクさせながらまず出ないですから。ただだんだん来ますからね、その甘くて酸っぱい、そして物悲しい匂いが来ますから、来てんな来てんなってところでドーンと来て、でそっからは客席が大興奮して匂いの見張り板をバンバン詰め替えようバンバン投げてきますから、もうね。でほらやっぱ僕はその格闘技自体の細かいことは分かりませんけど、あの入場シーンでドーンって来た時に涙が出る。なんだろうって、これはこう自分のこう尊敬するものにあったんだっていう涙が出る、その感じかすごい目にしみるかどっちかだと思うんですけども、8-4ツン選手やってきましたよ。群れてないし群れてないし、俺群れさせたら大したもんだって言ってましたから。でも長州小力よりは小州力の方が好きみたいですから。さあこれに対抗できる強者はいるんでしょうか。青コーナーからはペンネーム神様仏様オバミューラー様さんから紹介いただきました、この選手の入場です。青コーナーより恋愛相談請負
シャツには崇拝する室井ゆずきのふてくされフェイスがバーン。その上には田島陽子先生と田島陽子先生を足して2で割ったような顔がドーン。おっと今セコンドの光浦靖子が差し出したゆうこり人形をどうするんだ。ゆうこり人形の首をスパーン。男に媚びる小娘はケツに足もをぶち込んでどこぞへ向かって歩かせる。いつもツンツン口を開けば男に対する罵詈雑言がデレデレデレ。ある意味ツンデレ。好きな言葉は男子がいやらしい目で私を見ます。趣味は図書館帰りにメイド喫茶にほか恋愛相談請負いバージンジャバザフェミニンゴンダーワラ。屈指の好カード、屈指の好カードですよ。まあね、このブスワングランプリのリングサイドにいつも陣取ってるですね、渡辺さんという常連の方がいるんですけども、この方が T シャツの室井ゆずきのふてくされフェイスのプリントに爆笑なんですよね。顔が浮かびますから、尊敬してますから、そこにドーンってありますから。討論番組で大冗談から来たんだけど周りの賛同を得られなかった時の切り込み隊長だけど誰もついてきてねえなこの話みたいな時の室井先生のここ顔がドーンってありますから、いやまあ大体こうゆうこりみたいタイプ嫌いですからね。こうなってくるとね、昔で言えば佐藤珠緒タイプとか勇気ないタイプがダメですから、もう大体その時代時代でそういうフィギュアを持ってきては首をへし折ったりしながらはーって入ってきますから。恋愛相談請負いバージンですから。ジャバザフェミニンゴンダワラ。さあ、青コーナーのジャバザフェミニンゴンダワラなのか、赤コーナーのエイトフォーツンなのか、さあジャッジをお願いします。まずはプロデューサー池田のジャッジ。赤コーナー、さあエイトフォーツンということはジャバザフェミニンゴンダワラは付き合いたいってことですよね。ジャバザフェミニンとは付き合いたいっていうことになりますね。さあ1本取ったのは842。さあそして AD 中山、青コーナー、割れました割れました。ジャバザフェミニンゴンダワラ842選手割れております。さあラストジャッジはアルバイト河野、青コーナー、来ました。ジャバザフェミニンゴンダワラが勝ちました。まあね、僕としてもジャバザフェミニンの方が勝ちますよこれは、ね。どっちかっていうと842選手とは付き合いますもん。全然付き合います。842選手はそれはね、脇の下から野生のラマの屍の匂いはしますけれども、悪い子じゃない、悪い子じゃないから、俺はツンと、俺はツンツンと手に手を取り合うよ。月曜ジャンク一丁に光る深夜のバカ力。まあまあサッカーね、これだけ盛り上がってますから、みんなの注目する人といえば、まあ、ジーコに注目してる人もいれば、それこそ海外チームの ロナウジーニョに注目してる人とかもいると思いますけども、まあ、僕の一番の注目はね、若手芸人の北の方の国からっていう、まあ、超有名の、まあ、本当に成長株ですよね。まあ、顔が、内田有紀の元の旦那にこうよく似てるっていう一点だけで芸名も決めていてですね、未だかってですね、その誰もその
同年代とか同じぐらいのこう格の若手芸人の誰に聞いてもネタを見たことがないっていうまあ謎の男なんですけどね、この間また野球に来ましてね、北の方の国からが来ましてでいて、この間さ、うちのラジオのスタッフとかそれからラジオ番組とかでも話したんだけどもさっていう、ネタがなくて、ね、芸名だけ先行であって、そういうこうその若手芸人のやり方っていうのはあるのかなっていう話を聞いたらですね、僕ネタとかじゃなくてまず最初にグッズ展開から行こうと思ってるんですっていうで、伊集院さんっていうことで僕の帽子をあげますって言って帽子をもらったんですけど、いわゆる普通のベースボールキャップの広島カープなら C って書いてあるとこあるじゃないですか、ジャイアンツなら YG って書いてあるとこあるじゃないですか、あそこのところに北の方の国からって書いてあって、それでなんかマークでなんかこう地図みたいなマークが書いてあるわけで、え、これどこの地図って言ったら山梨ですっていうのね、北じゃねえんだよもうもはや、まあ、どこから見るかによるんだけど僕山梨の北の方の出身なんでっていう、ものすごく分かりにくい、でそっから売れるつもりらしいよ、でまずグッズがものすごいみんなの中で評判になって売れた頃にネタを作ろうって言ったからいろんなやり方あるんだよな、本当な、びっくりするんだよね。まあそんなこんなでですね、まあ、世界中の注目を一身に集めるワールドカップの話題と北の国からっていう俺の注目すら 10% しか集めてない男の話題が同居するのがこの番組のいいところなんですが、ほうのってまあ静岡から見て北の方ではあるけども山梨さあ、それじゃあですね、サッカーワールドカップドイツ大会を10倍から8分の7倍楽しく見る方法第2弾はこちら、FIFA 未公認だけど完全広報、日本 VS オーストラリア戦、トトパカルチョ3さあ、一世風靡セピアのですね、前略道の上から違います。あ、違う、そういうやつは言ってない。ギバじゃいね。これなんすか。これなんかサッカーのやつ。前回のサッカーのやつですか。あのさ、本当思うんだけどさ、すごいのがね、TBS の中継のさっきのやつはあったんですよ。さっきのやつはレコード室にあったんですけど、あの他のやつが全部貸し出し中で、あとこの前回のやつ。あのさ、ツタヤ行って借りてこいよ、あるって絶対サッカーのやつ、どんなレコード室なんだここは。ということでですね、トトやりますよ、トトね、うんとこさバカなやつやりますね、試合の勝敗とかそういうのはさやめようよ、当てたり当てなかったりはやめよう、だいたいやってみなきゃ分かんないんだな、そういうのはね、でもほら、こう試合見てても何かその時に皆さんこう一つこう自分に関係あるような、自分にもこう得があるようなことがあると思えばより楽しめるわけじゃないですか。で、まあ要は皆さんは番組ホームページを通じて3つのトトに答えるだけで正解者の中からすごい商品が当たるという。で、まずあの10名様に3800円というですね、3800円とみんな急にこうんっていう顔するんだけど、3800円は欲しかないんですかって話ですよ。3800円とかその辺放ったって出てこないよ、言っとくけどね。え、前、まあ、朝散歩してて、お、3800円落ちてるっつってもその顔ですか皆さんねえ、そうでしょ。知らない老紳士が急にターって走ってきて手に3800円握らしていったら、皆さんその顔、その顔か、それはそれはその顔だな、なんで3800円なんだろうか。まあまあ、その3800円プレゼントね。それで20名様にバカ力カード5枚セット、そして3名様にものすごいのがありますから、落ち着いて聞いてくださいよ。正解者の中から3名様のみに差し上げる豪華プレゼントはこちら、ワールドカップ1次リーグ日本対ブラジル戦観戦ツアー in 俺のマンションアイスの実月。あのこの日本対ブラジル戦ですよね、王者ブラジルにですねどこまで立ち向かえるかというですね、1次リーグの最終戦ですよ、これの観戦ツアーです。
これをですね俺の仕事場のマンションで見れるっていう、こうすごい企画なんですよ。なんとですね、普通だったら弾丸ツアーとかつって言ってね、行って試合見たらすぐ帰るみたいなでしょ。アイスのみ食っていいのよ、アイスのみを6個、え、色は選べませんよ。色は選べません。マスカットが当たるかグレープが当たるかはそれは皆さんの運次第なんですけども、いや、オレンジが欲しくてもそんなオレンジオレンジってみんなオレンジ欲しいんだから、みんなオレンジ欲しいのに僕だけオレンジっていうような子はもうダメ、もう入国禁止ね。で、まあすごいことだと思いませんか？ね、わかんないけど、タレントの仕事場ってさ、そんなに人って入んねえよな。普通のリスナーの人とかあんま入んないじゃんかね。で、あのいい方の異例がそっちね。で、悪い方の異例はね、雨の日の後ものすごいドブの匂いする。ものすごいマジで、ちょっと俺嫌な気持ちになるぐらい。入居した時よりもさらにドブの匂いするようになってるよな。もう憂鬱になっちゃうんだよ。だってもう夜とかさ、自分でさ仕事終わってさ、最後原稿書く仕事だけでもマンション行こうと思ってさ、ガチャって開けるじゃんか。そうするとまあ居候の河野和夫団長が寝てるわけで、寝てんだけどさ、そのものすごいドブの匂いでさ、何か悪い夢を見てるわけ。って言いながら、そのなんか布団が全てまとわりつくぐらい暑い夜にまたさ、一糸まとわぬ姿で寝てますから、そこでですね、まあ、あの皆さん来ていただいて、まあ、朝4時に来いとは言えませんが、ツアーですからね、前の日の晩から、まあ、どぶ臭いと思いますわ。天候によってはどぶ臭いと思いますけど、で、あの一応ほら、いろんなツアーの中には、金儲けのために旅行会社がね、その向こうの地元の観光名所みたいなところとこうタイアップしたりとか、お土産屋さんとタイアップして、本来だったら自由にいろんなとこ見て回りたい時間を、あの市内観光の指定されたとこ行かなきゃなんないツアーとかあるじゃないですか。うちはもう完全自由ですから、俺は寝てると思いますよ、夜は。普通に寝てる、普通に。まあ河野くんも多分、皆さんと同じく河野くんも自由ですから、おそらく一心まとわぬ姿でうなされてると思いますけれども、こちらにですね3名様なんですね、まあ、プロデューサーの池田からね、池田でもそんなことしたらまあこう一応はタレントの家じゃないですか。一応はね、タレントの家をそんなに普通にオフィシャルにリスナーの人を入れるなんていうのはありえないんじゃないですかって話をするんですけど、もう予算がねえんだよ。アイスの実を俺が買うぐらいしかないんだよ、もうね。どん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 予算が縮小されていくんだよ、この番組はね。ですからね、多分4時キックオフっていうことは、まあ中継とかも始まって、まあ3時とか3時半とかだと思うんですよ。だからそれまで読む漫画とか持ってきた方がいいよ。俺多分前の日のスケジュール的にはそんなにお構いできるような状況じゃありませんから。でもなんかちょっと面白くね、みんなで見てるの。あとこれだけはお願いしたいんですけれども、入居した頃にですね、割と温厚だったですね、お隣の部屋のですね、インドの方がですね、最近少しストレスが溜まってるようでございましてですね、まあ我々が少しこうゲームをやってはしゃいだりしますとですね、まあ母国の言葉で怒っているんで、もしかしたら強い言葉で表情で叱咤激励をしてくれてるのかもしれないですけど、お前らヤンガス頑張れって言ってるのかもしれない、僕らわからないですから。だから結構激しい勢いでいらっしゃることがありますんで、その時にはツアーが解散になります。急にツアーが解散になりますから、サッカーは好きだけどなるべく静かにできる人しかこれ応募できないことになってるんですけれども、ぜひですね、オレンジで見ようよ。言っとくけどあれだよ、タレントさんの仕事場ですからね、ハイビジョンとかじゃねえよ。普通のあれだよ、ダテレビだよ、ダテレビ、ダテレビでみんな見ることができますね。あとなんか特典とかあるかな、特典、うちだと特典、着なくなったズボンとかいるか。いらねえよそんなの、なんで古着押し付けらんなきゃならないんだよね。あと大変申し訳ないんですけども、この会場の方がですね、それほど広いものではございませんので、申し訳ないんだけど、 これ曜日何曜だっけ、ブラジル戦って何曜日の早朝だっけ、あれ、木曜の
木曜の夜中とか木曜明けて金曜の早朝だよね。金曜はちょうど燃えないゴミの日なんで一緒に出してそれはお願い、それいやそれを約束してもらえないんだったら3人も座らないですからね。そういういろんな制約ありますけれども、一人で見るよりいいじゃないね。だから一緒にみんなでね、で団長も多分いますから、団長もただ団長どうだろう、金曜日の夜明けだとあのほらあの腐れショーパブのバイトが入ってるからぐでんぐでんなって帰ってきますよ団長大暴れで帰ってくるとマスクの投げ方になってね。これはそういう意味では危険ははらんでますよ。海外旅行には危険がつきものですから、それはしょうがないんですけれども、まあこちらのですねワールドカップ1次リーグ日本対ブラジル戦観戦ツアー in 俺のマンションアイスの道付き、これねもしかしたらだよ、試合展開によってはですよ、ハーゲンダッツ出す可能性もあります基本的にはハーゲンダッツ、あー相当ね、相当俺が機嫌、もう相当だよ、相当機嫌が良かった場合のみですけれども、モーニングもう読み終わってたらあげるヤンさんの方がいいヤンさんは俺大事だから、すごい面白いんで、すごい面白いんで大事だから、これでうまくいってんだろう、基本的にはこれでうまくいってんだろう、ということでですね、あと娯楽も貞康系の漫画始まったんだよな、でももうヤンさんだけは全部一個ずつ一ページずつパウチっこして撮ってるからね、一番面白いやつだからもうグズグズじゃねえか後ほど、あの後ほどこの後ですね、設問や応募方法ときちんとご案内いたします。じゃあ曲、ロックンロールスウィンドルグレイ。でもさ、午前4時キックオフでしょ、ただ大体終わるのが6時とかってことだよね。ね、そうだよね。ってことはそっから会社行けるよ。な会社帰りに来てもらって、でいてその試合終わる同時に、あ一軒に行かなきゃみたいのも多分可能だよね。ただゴミは出してってよ。ね、ゴミはちゃんとそのすぐだから、ゴミを捨てるところ集積場はすぐなんで、そこは出してってもらえば構わないですけどね。まあちょっとまあ細かい規定の方はきちんと後で言いますわ。さすがに高校生はまずいよな。まあ、都内の学校だったら6時出て迷うの、ま、でまあ高校生だとなんか揉め事に巻き込まれると、またこの番組でせっかくギャラクシー撮ってさ少し余裕できたんだからさ、まあねえ予算の余裕はちっともねえけどねえ、貯金貯めときてえからさねえ、変なんだけど、イエローカードでパラパラ漫画できるぐらいもらってっからね、この番組ね、パラララっていくぐらいもらってっからね。まあ大学は行けんじゃん、主要な大学はまあ行けるようなところにあると思いますんでね。さあでも肝心なのはその3問にわたるトトにきちんと正解してもらわないと、正解者の中から選ばせてもらいますんで、あとそれは後で言いますけど、伊集院のとこ行きたくねえから3800円希望ってコースもありますからね、当然ね、あそこは冗談じゃねえっていうのはありますからね。それでは行きたいと思います。まずですね、その3つのトトの1問目はこちら、走れマネージャー小林担当タレントサドンデスマッチ。そういうことでですね、まあ、うちの担当マネージャーの小林なんです、こいつが無類のサッカー好きなわけですよね。で、まあ、変な話ですけれども、昨日僕はスポーツ魂って番組やってましてね、で夜生放送ですよ、ね、11時半からね。まあスタジオ界隈には姿は見えませんね。でいて、まあロビーの方確認しましたらね、テレ東のロビーの大きなテレビの前のところに、灰皿がありまして、小林の吸ってるのと同じ銘柄のタバコの吸い殻がいっぱいあるわけですよ。ははーん、お前見てたなとははーん見てたらですよ、基本的にはね、タレントに何のアクシデントが起こるかわからないわけですよ。タレントが急にもうどうなってもいいと思って大柱のおっぱいを揉んでしまうことだってありえるわけですよそしたらもうその指先がチブさんに触れる寸前に破壊締めしなきゃならない役でしょ、あの人は。何もからそういう低たらくなんですよ、ね、草野球に誘えばサッカーのユニフォームできますからね、もうあの関係ねえのにもかかわらずハロプロチームが見たさにホリプロのサッカーチームに帯同してますから、あいつそういう野郎ですから、それはまあハロプロが好きなんだと思うんですけども、あのフットサルのやつ言ってる、あいつフットサルだフットサルだって出てくんだよ、なんかさほんとやったら行くんだよな、なんかほんとで、まあ一応今日やつの、スケジュールとかも見てますんで、この番組は聞けない地方の方に今日は行っておりますんで、このですね、
小林、タレントが1時からラジオをやっていてもまず来ることはありません一度もと言っていいぐらいですよね。この番組に帯同しないことね、本当に来てることがありません。で、まあ家でね英気を養ってることと思うんですけれども英気を養ってるか自分の家の自由帳に熊切あさみを今後どうするべきかっていうことのプランを書いてるんだとまあ思うんですけどねなんで自由帳に書いてるんだろうあいつと思うんですけども、まあ、この小林の携帯電話に試合開始15分前に電話をかけます。でですね漢字としてはまあマネージャーとタレントの会話ですから、あ、もしもし小林くんね、相談したいことあるんだけどとね、電話じゃなんだから今から来てくんないかな、 TBS なんだけどっていう、まあ、話をします。で、基本言うこととしてはまああと一押しぐらい行こうかな、正直もう俺いっぱいなんだよね、まあ大きい事務所でこれ以上タレント続けるの無理かなってちょっと思うんだよねっていう話をします。で最終的にまあドガチャガにしてとにかくさって番組始まるまでにさ来てよ、ね、そこでちょっとスッキリして番組やりたいしっていう形で、これに類する形でこれ生もん試合は生もんですからね、類する形で僕は小林との電話をやめたいと思います。さあ小林くんは試合中にもかかわらず来る、ね、1番、ね、2番、試合は見る多分でだけど生放送の開始までには来る、1時までには来る、ね、3番、ね、生放送の開始には間に合わないと一旦寝るからなんかこう胸騒ぎがするのかな、で言って、エンディングまでに来る、ね、4番来やしない、ね、この、まあ、一応4択ですね、4択になりますね。で一応その電話をした途端にじゃあやめりゃいいじゃんっていう場合はゲームオーバーです僕が僕がゲームオーバーですけど、まあそれは来ないだよね。で一応これはあれですよ、僕のせいで外れても分かりませんよ、責任は取りませんけど、少なくとも、遠くに行くようなスケジュールは入ってないようです。その小林が僕以外のタレントの担当で遠くに行くようなスケジュールは入っていないようですね。で、あとは結構本気に捉えると思うんだよね俺。割とね、宇宙がよく来るから、宇宙が来ると必ず小林こんなこと言ってて、困ってっからあいついつも これやべえっていう感じになる可能性は高いのね。たださっか好きだからなあいつな、めちゃめちゃ好きだからな、ほんとな、そこなんだよな。俺はね、でもタレントに対する愛ってそんな、ねえ、タレントに担当タレントに対する愛ってそんな、そうな、酒癖悪いの。めちゃめちゃ日頃すっごい温厚な男だけど異常に酒癖悪いのね。だから俺一生飲まないことにしてんだけど異常に酒癖が悪いから、ちびちびやりながらワールドカップ見て最終的にこんなこと考えたくないけど、例えば日本が負けるようなことがあった時にブチ切れでここに乗り組んでくる可能性あるよね、てめえよとっていうのもなくはないね。あとリアルで言えば、その寝ちゃってるからたまにこのラジオ聞いてる時はあるんだよね、あいつね、たまにあるの。実際問題今日その辺を確認した理由はたまに聞いてることはなくはないから、今日聞こえない場所にいるのが分かってるのはすごく心強くて話してんだけど、でサッカーは全部見ました。でいいやと思ってほっぽっといたけど、ラジオを聞いてから来るっていう可能性はあるんだよね。
あーで難これは予想難しいけど俺来ないはないと思うんだけどな。過去何度か近いことはやらかしてっかんね。別にそんなトトでも何でもなくてやらかしてっから、その度にとりあえずあいつは来てる気はするんだけどな。じゃあもうサッカーやめにして熊切あさみと同時に電話かけるってのどう？どっちのタレント大事か意味関係ねえじゃん。もう全然意味違うじゃん。別にワールドカップの時にしなくてもいいじゃんか。結構そしたらショックでかいじゃんか。お互いにどんな顔した方がいいのか分かんないしさ。ということでですね、走れ、マネージャー小林、担当タレントサドンデスマッチ、うわぶっちぎりあんのかな。ぶっちぎり怖えな、ね、なんかものすごい小芝居されたら腹立つな。あ、なんだろうなんだろうみたいやつ、電波が電波が的なやつ、電波が電波がで喉にチョップ入れながらマネ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 みたいなやつ。うわこれはあれだね、あの嘘から出た誠みたいこともあるね。あっちゃダメだよそんなのね。これが一応第一問です。月曜ジャック一瞬イカル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 メモです。あのねゲラゲラメモですですぞベラ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 。でむしろ体脂肪率 100% を目指してますから。でそうするとメモやめろよメモです。どう出んのかな。マネージャー小林、俺はねそのホリプロに入って初めて一応こうダメ人間同士っていう感覚では合う合うマネージャーなんですよ。だけどあいつはすごい筑波の付属の高校から慶応かなんか出てホリプロ入ってるんだけど、なんか性格とか顔つきとかが名誉バカな大学中退なんですよ僕の中で。こっちは本域のバカ高校中退なんですけど、向こうは名誉バカな大学中退なんで割と話は合うし、今までのだってホリプロがでかい企業ですよ。エリートさんたちがつくわけじゃない。エリートさんたちと比べたらまあまあそのいい感じで長くやってたりはするんだけども、でもなあよくわからんちん言ってっかんな俺なあいつにはなあ。サッカーが見てえのにってことで急に切れられたら俺多分もうその日本の勝ち負けとかじゃなくて普通にテンション下がっちゃうね俺。いいかなんか俺がもうネタバラシもできないような勢いでいい加減にしあんた子供か毎回毎回みたいな話になっちゃった時にシューンってなっちゃうんだよね俺多分。シューンってなっちゃった時にもう嘘だとか言えないからやめますって言うね。戻れねえもんもうそれはね。そこなんだよな。うわさあ、続いて第2問なんですけども、このトトのですね第2問のキーマンをまず紹介しておきます。スタジオの中には若手芸人の桐畑徹君。どうもやった来た。いやワールドカップといえばさ、はい、4年前ね4年前ですよコリアジャパンコリアジャパンのさ日本代表の活躍は何覚えてる？だ見てないんですよ全部スルーしなきゃいけなかったね六本木にいたブラジル代表の痛みを覚えてる死ぬほどけつけられたんですよ僕、うん、今だから言えるけども、歩けなかった、ね、歩けないあいつら力加減わかんねえんだよな外人って。本当だよな。土踏まずの上の方で切って蹴ってコントロールすればいいのにさ、つま先で行くからな。あれはなバカなのかな。あれはなもう本当にテンションなのかなあれは。だってねいろんなとこ行ってもね、うん、ワールドカップの話が出るでしょ。出る出る。昨日の試合とか、うん、その話すんなって俺言うんですよ。そうそうそう。ものすごい空気悪くなるんですよお父さんがサッカーボールに当たって死んだ人かなと思うんだね、本当に辛かった、まあ、4年前。 そんな中、はい、まあ桐畑徹君といろいろ話してると、うん、イエスかノーか答えてほしいんだけど、はいはいはい、桐畑君の気持ちの中では、うんうん、まあ4年前はあんなことに巻き込まれましたけどもはいはい、はい、今回、はい、特に、日本の初戦、はい、日本対オーストラリアの日は、うん、できれば、うん、大画面で楽しみたい。見たいですよそら。イエスですかノーですか。イエスですよ。その願いは叶えられます。出た。第2問はこちら。お日本先制その時いちご 100% は。ダン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 
ちょっと待って、あのだから、日本対オーストラリア戦の日は大画面で、いちご 100% の DVD を楽しんでもらう役なんで。何いちごや、え、なんすかいちご何だからさ、はあ、あのいちご 100% っていうさ、はい、まあ、アニメがあるからさ、はあ、それを、はあ、そのキックオフと同時に1話から見て延々となんで知らないみたいな。ちょっとなんで、いやいや、ちょ、なんすかそれ。これがね、いちご 100% の DVD ボックスその1ですよ。あー、なんだこれ、もぎたて編あ、もぎたてなの、なんか違いがよくわかんないんですけど、100% の1話から12話もぎたて編、あー、これ、あ、うん、ご丁寧に3枚組、うん、あれ、キラード君の好きなあの DVD のジャンルなんだっけ、戦国戦国もしくは、ヤクザ構想これなんすか、このストロベリーちゃんって。杯は交わすの、杯は交わさない、杯は交わさないですか。あ、ちょ、分かった、ストーリーの触りだけ言う、ストーリーの触りだけ、はいはいはい、ちょっとあの、はいはい、俺もね、あの、うん、見たことないんだけど、これ進めてる人が行くよ、はい、ドゥン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 、おー、来たよ、来たよ、これ、うん、映画作家を夢見る中学校3年生、うん、真中純平はある日、うん、学校の屋上でイチゴパンツの美少女を目撃し、うん、心奪われる。果たしてイチゴパンツの美少女の正体とは。おーおーおー、牛のクソにも段々があるんじゃけど、すいません、すいません、ナレーション合ってないナレーション全然合ってないね。中3、え、なに、純平くんがね、純平くん、純平くんが、はい、その入学式の日かな、なんか、うん、なんかあんねんけど、そう見てたらさ、屋上でいちごパンツの可愛い女の子を見て、うん、罰金ですよ、もう金かどうかわかんねんびっくりですよ、ドキドキです、ドキドキ、はい、これでそのこの学校内にあんな可愛い子がいたなんてって探すわけ、そのいちごパンツの主を、はあ、ね、はい、で探すんだけど、いないのよ、全然そんな派手なパンツを履いてそうな子が。実はでも、うん、こうクラスでもものすごいこうおしとやかな内気な、うんうん、メガネっ子の三つ編みの女の子がそのいちごパンツの主だったのそれもう全然広島とか出てこないですよね。出てこない。あー、うんうん、広野よ、金子の棒、金子の棒出てこないね。出てこない。大友のテンションのやつも出てこないね。思う一切。あれ？でも最後この映画少年が、うん、廃屋の中で蛇口からポタポタ垂れる水を舐めながら。じゃあ、それ広島市東編なんですよ。仁義なき戦い、広島市東編なんですよ。二作目。2作目ですよ。そんな話じゃないでしょこれ。俺見てないから、わ、どう見ても。そうじゃない。絵柄的に。そうじゃないかな、そうじゃない感じがするな。だって北王子金也出てないもんこれ。北王子金也っぽい子は出てないでしょ。金也じゃん、西野塚田ちゃんっていうこの女の子、北王子金也じゃねえか。全然違うじゃん。全然違う。だからこれね、なんでこれにしたかっていうとね、はい、まあ桐谷君が興味なさそうだってことは1個ね。全然興味ないです。それとね、1話15分なのよこれ。1話15分だから、はい、こう、その外でみんながかけるにあたってはいい綺麗具合、うん、だから、うん、日本が先制点を取った時に、うん、第何話を見てるかっていうだけがこれ対象だからあー、じゃあもう15分終わったらもう次第2話第3話と僕は次々に見ていけばいいですね。次々と見ていけ、ハマってけ。いや、じゃあハマるか、燃えろ、ハマるかどうか分かんないですけど、燃えろよね。だから一応言っとくとね、こう DVD ボックスだから、はいはい、オープニングテーマがあるでしょ、はい、で1話2話があって、うん、予告があってエンディングなんですよ。エンディングテーマなんですよ、うんうんうん、でまたオープニングがの音楽があって、うん、また3話4話があって、うん、予告があってエンディングなんですけど、うん、この、最初はオープニングテーマ見てください。はい、でもこの予告とエンディングが飛ばしていいです。あ、なるほどね。そうすることによってちょっと予想が難しくなるんですよ。単なる15分区切りではなくて微妙なとこが出てきますから。なるほど。はい、また全然見たいと思ってこないんですよね俺これ。お前言ったじゃんか、日本対オーストラリアの日は大画面で楽しみたいって言ったじゃない。こっちだろ、サッカーをですよ。言ってよ、俺一応 100% だとばかり思ってたよ。なんでそんなこと思っちゃう。
そこ必要？その説明必要なの？俺今ね、桐畑君に言われてドキッとしたもん。俺私一番最初に構成の渡辺君にこの企画を、はい、その作って構成の渡辺君これで行こうと思ってんだよっつったら、はい、伊集院さんなんであの1500% なんですかって言われた時に、はい、ドキッとしたもん。別にそんなに大きな意味とかないから15分区切りで桐畑が嫌いそうっていう感じの。桐畑はあれだもんね、あのこういう女子高生萌え。いやだ全然興味ないんですよ。熟女マニアだもんね。そうそうだもんね。どっちあれ人妻出てきます。最悪そっちあれば人妻は出てこないんじゃないかな。男子妻もなし。男子妻も出てこないね。ないか、うん、あとラジオではちょっと言えなそうなプレイも出てこない。この桐畑君の好きなやつはちょっと出てこないよね、これはちょっと。もうどこまで行くかな。いきなり先制ゴールだとこの第1話幻のいちごパンツの巻きの時に行くよね、うん、で行ってそうね、ロスタイムの頃でも2時間ってことはざっと考えても12話ぐらい行ってるよね、うん、でそうするとこう12話ぐらいだと、うん、12話行き先不明の気持ちのあたり、あらなんだろう。ちなみにね、特別編が2つ入ってんだけど、はあ、特別編は抜いていいです。いやいや、まあまあ見ないですけど、あの特別編もね、うん、あの順平にね、郵便受けにね、うん、迎えに来てっていう手紙がね入ってて、順平がどうしようみたいになる話。どうでもいい。どうでもいい。順平どうなってもいいわ俺。答えは、まあ、なんだろう。一応、まあ、ありえないけど、24はありえないけど、はい、1から24と、それとこんなこと考えたくないけど、日本がスコアレスだった場合、スコアがなかった場合はないっていうことだよね、基本的にね、うん、ということで、あの DVD これあの見終わったら返してね、プレゼントにするから。あらら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 、でさ、びっくりしましたよ。でさ、なんか足が思うように動かなくなっちゃって、殺されるってやってくれましたよ。でさ、そのワクチン泣き毛の吐いちゃうね。殺されるって。深夜のバカ力。さあ、いよいよこのトトの3問のうち3問目。最後の問題のキーマンはこの方、サード面の高橋くんです。どうもよろしくお願いします。まあ、ただあのサード面の高橋くんは気楽なのはもうサッカーが好きじゃないんだもんね。いや大好きなんですって、多分今紹介された2人の中で多分一番好きじゃないですか僕。あ、そう？だって小学校からずっとやってきてるんですもん。いやまたまたそんな冗談言う。本当ですって。手作りクッキーを作るのが好きだって話は何度も何度も聞いてる。そんなわけないでしょうよ。あ、そうなの？大好きでしょうがないんです。拾ったお餅を食べるのが好きだって話はすごい聞いたけれども。またまたそんなわけないでしょうよ。でもほら、あの好きな選手がいたりはしますよ。日本の応援したいんですって俺。あ、でもほら日本の応援ぐらいは誰でもしますよ。それは僕ら日本の人間でね、こんだけワールドカップですから、はいはい、詳しさみたいなものは全然伝わってこない、じゃあ分かりました。対戦相手初戦のね、うんうん、一番もう注目してこれこいつは要注意ってやつ説明します。誰ですか？ビドゥカです。あ、知ってる？はい、俺ビドゥカだよ。誰だ？なんで？びっくりした。誰ですか今？ちょっとカンガルーの面倒見とけよ。俺ドイツ行ってくからみたいな。それオーストラリアの情報薄いでしょ。カンガルーってエアーズロックで上を使いだろ。勝手にトラさんみたいにしないでくださいよ。ビドゥカ、ビドゥカ、うん、こうまあ背が高くてポストプレーも何でもできるっていうイングランドで活躍してる選手ですよ。あはははは。だから要するにオーストラリアの鉄壁な守りから出たボールをビドゥカに集めれば、はい、そのヘディングから来るこの驚異的な決定力で日本のゴールを脅かすんじゃないかって彼ね。知ってるじゃないですか的確に。これ浅野さんにすげえ教わったのよ。で覚えてた。これ奇跡的に覚えてた。ここはあいつも危険なんですよ。で、はい、だからサードメン高橋くんが好きなの実は知ってるんで、はい、あのちゃんとテレビの前で用意してくれるんですか？用意しますよ。わあ！高橋くんの専用テレビの前で、ああ、あのもうあの好きに見てください。でかいんですか？でかいんですか？それは。まあでかいね。お願いします。でかいお願いします。やった。三問目の種目タイトルはこちらです。出るか神の手12分の1の奇跡。神の手ったら何どうな？何どうな？バラどうな？正解。よし。詳しい。詳しい。九割答えたでしょ今。伊集院さんが何ドーナツって言ったじゃないですか。
なんすか神マラドーナこれはテレビも用意しますし、はい、ね、でであれです12面体のサイコロも用意しますよちゃんと、でちゃんと5分に1回振らせますし、それで出たサイコロのその目のチャンネルしか見れないようにしますよちゃんと、何が神の手だから1から12のサイコロを振ることができるわけですよ、はい、君の神の手で僕の神の手で神の手で振ることができるわけです。振るで、サッカーこの日は確か1でやってっから1が出たら5分間見れるわけ、はい、日本対オーストラリアが、ほうほうほう、うん、そうで 2だの3だの4だのが出た時には2が出ると辛いね2は2はファミコンをつながれない限りはザーってなってザーってなってるよね、見れないじゃないですか、8出すとスマスマ見れんぜ、で見たくないですねえ、スマスマが見たくないとかじゃなくて、なんかナムタクが ナムタクが出てるかしんねえけどドムタクでしょねえ、なんで見れないんですか出ないでしょ12分の1なんて、だからそういうのでさ、ただ見れちゃったらさ、なんかさあれじゃん、ただ見れちゃったらあれがもうあれじゃん、あれがあれじゃん、じゃもう意味が分かんないですよ違う分かった、だからあのリスナーの皆さんは結局高橋くんが合計で何分間そのワールドカップを見ることができたかって予想するわけ。じゃあぶっちゃけたこと言うよ、はい、この企画自体はそんなに面白くないんだけれども、はい、トトの正解をばらけさせたいの、ね、だからもう完全悪ふざけじゃないですかやべえバレた俺たちの勝手が俺たちのあの長年築き上げた悪ふざけシステムが完全にお前にバレたのバレたとかじゃないですよ、俺ほんと見たくてしょうがないんですよ、いい加減にしろ、言わしておけばさっきから悪ふざけってなんだ、じゃあなんだ俺たちは単にまあ別にあの若手芸人がイケシアシアと普通にワールドカップ楽しんでるのもつまんねえから仕事にカッコつけて楽しみを一つ奪ってやろうみたいな、そういうことか、はい、うんやっぱそうじゃないですか、そうだそうじゃないですか、それでこれでばらけておかないとそのリスナーの人を当てようって気にならない、あーまあまあまあそう、だからゼロってこともありえるよね、おそらくロスタイム入れると分かんないけど、そのキックオフから1回ずつ振っていくと、はい、2時間ちょうどで24回、はい、だから10分見れるのが普通なんだよね、まあロスタイム入れてちょっと増えるけど10分見れる2時間で、ただ出るかもしんねえよ神の手か、あの奇跡が出るかもしんねえよ、赤坂の奇跡出るかもしんねえよ何そのジョホールバーグみたいな120分間全部2、あ全部2位なのでも惜しい、1でコロ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 、2でコロザーっていう何度振り直しても2が出る、2だの7だのあるじゃないですか、そしたら赤坂の奇跡出たオール7オール7オール7オール2はまずい、お前の好きな中田の背番号は、中田の背番号は何番、7番、7番が出続けたらこれ来ちゃうよこれ、ということでですね、まあ、2問だけだとあんまりばらけないんで、ばらけさせるために作った3問目です、出るか神の手12分の1の奇跡は、と0から、まあ、24もしくは25もありえるかもしれない、大穴の26ロスタイムが長引けばありえます、以上の3問後ほどちゃんと説明しますんで、曲秋葉原48スカートひらり踊りながら聴いてください。さあ、応募方法の方なんですけれども、これあのーホームページを通じてやっていただきますが、受付開始の方ですね、ワールドカップのまあ初日っていう言い方でいいんですよね、9日の深夜9日金曜日の深夜、ドイツ対コスタリカ戦のキックオフ時間ですから、日本時間の深夜1時ね、9日の金曜日の夜中の深夜1時とともに、番組のモバイルとそれから普通のコンピューターのホームページの方から受付を開始します、応募フォームを作りますんで、まあ遊び半分で参加してください、まあ3800円ですから、3800円狙うもよしですね、うちのくせえ部屋に来るのを狙うもよしですね、まああの1人1回までみたいなああいう細かい規定も入れておきますので、あの遊び半分で参加してください、まああの応募しなくてもですね、一応あいつらのバカさ加減みたいなものは笑えるようにしておきたいと思いますので、ふるってご参加いただきたい、バカジカラ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 、月曜ジャンク一丁に光る深夜のバカジカラ、ドキドキ冒険移住院島ゲーム、
伊集院光の頭の中にある脳内アイランド伊集院島へようこそ。伊集院島を探検するスゴロクをみんなで作っていこうというコーナーです。伊集院島にあると思われる名所の名前と説明文、そして、まあ、スゴロクですからそのマスに止まったら、こういうことをしなければいけないみたいなね、ゲームをより楽しくするようなですね、ギミックを書いて送ってもらっているコーナーです。こんじゃですね、まずはですね、こちらペンネームなし、ルーブル美術館。触れたくない思い出が詰まった美術品を展示する美術館。高校生の頃アーティスト気取りで描いた暗いタッチの絵や中学生の頃に描いた自作漫画に始まり、親に代筆してもらったら金賞を取ってしまった習字、嘘だらけの絵日記、さらには嫉妬からつい壊してしまった中山くんの夏休みの自由研究のロボットなど所狭しに飾られていて奥深い。このマスに止まったらそれらの中のもので、それらのものの中で現存するものがあればオリジナル T シャツに加工していきましょう。一瞬切り替えた痛い絵とかだよね。ね。うわ、最近このルーブル美術館に和田画伯の絵がものすごい量入ってきたっていう。和田画伯もあれのオリジナル T シャツ作ってほしいな。最初パッと見た時さ、あの IQ サプリの間違い探しみたいだったよね、なんかね。もやっとボールを思いっきりこめかみにぶつけてやろうと思ったもんね。伊藤四郎の続いてペンネーム中村ジャンゴ、グルメシアン。大人になったからには自分なりのグルメスポットぐらい知らなくてはと使命感に駆られ、高級イタリアンやらフレンチやらの店にチャレンジするも、あまりの場違い感から来る極度の緊張や無知のためにどうしていいか分からずに食べられなかったものを食べて育つ犬。どこまで食っていいか分かんねえんだって、そんなやつさ。マナーも知らねえしさ、そんなんさ、スポットじゃないですよ、動物もいますから。このマスに泊まったらプレイヤー全員でレオンに出てくるような大人の隠れ家的イタリアンレストランと練乳ソフトフランスでどっちの料理ショーをやり、連ソフに挙手した人の分だけ連ソフを買ってあげましょう。正直言うけどさ、なんかそのレオンとかで大人の隠れ家的なイタリアン特集、フランス料理特集とかのあそこに明日連れてってやるよって言われるのと、練乳ソフトフランス5本買ってやるよって言われてたら、全然練乳ソフトフランス5本だって堅苦しくねえしさ、全然おいしいしさ。でしかもこれルール変えてもらいたいわ、その分だけ練乳ソフトフランスをみんなに配って、でそれレオンの隠れ家的レストラン手挙げたやつを連ソフでボコ殴りにしてやればいいじゃん、みんなでボシーボシーってボシーって叩いてやればいいじゃん、こんなの。ラジオネーム静電気恐怖症、ぶっつり電話帳。連絡もなくメールアドレスや電話番号を変更されて、ぷっつり連絡が取れなくなってしまった友人の名前と電話番号、メールアドレスが記載されている電話帳、着信拒否をされている電話番号も載っている。このマスに止まったらプレイヤーは連絡が取れなくなった友人の名前を紙に書いて出してください。その他のプレイヤーで書いてある人の現在の連絡先を知っている人がいる場合、あ、俺そいつの新しい電話番号聞いてるよと言って教えないでください。悲しい電話帳だな。おい、ラス1枚いけるかな。ペンネーム停止性ゴリラ、凱旋できんもん。それぞれ訳あって地元に帰ることができない者たちがくすぶっている場所。門を
出た時に吹いてきた目標がでかいほど扉は重くなり、プライドに比例して鎖が固くなる。このマスに止まったら実家に帰った時でもここだけは行けないというところを住所だけ明かしてください。実家にすら帰れないという人はその理由を4択形式で問題にしてください。答えは誰も言わなくていいです。あーねー、いろんな名所があるわ。月曜ちゃん デブリックブーイングに来たい人、ね、募集です。全部で、10名、全部で10名、ね、この遊びに付き合ってください、ね、はがきにあなたのお名前と住所、年齢、そして、電話番号、そして、自分のサッカーの好き度と言いますかね、このデブリックブーイングに臨む意気込みですね。強すぎる方は選ばれませんし、弱すぎる方も選ばれないという大変微妙な、っていうかさ、10枚来ない可能性あっかんね。変な話、世の中で 60% 後半とか狙ってる視聴率の話やんか。っていうことは世の中の人間のうち 30% ぐらいの人しか家でサッカー見ない人はいないわけやんか。そこにさらにさ、こんなのに付き合える暇のある人がどんだけいるかって話ですよ。当選発表といいますか、来ていただけるという方ですね、今週の土曜日10日の夜7時から夜9時の間に10名こちらから電話をさせていただきます。番号非通知のコールを拒否してる方はですね、この勘だけ解除しておいてください。でも本当にわがままで申し訳ないんだけど、本当にこう人手が足りないので、この勘に電話がなかった場合は当選しなかったっていうことで、家でより面白くワールドカップが見られますよ。より鮮明に見られますんで、まあ、むしろラッキーみたいな感じでね、捉えていただけるといいかと思います。まあ、あとはですね、トトの方がですね、宛先とかね、今のパブリックブーイングの宛先が郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からデブリックブーイングの係までお待ちしておりますと。で、あとトトの方がですね、6月の9日の深夜1時だ、ドイツ対コスタリカ戦のキックオフと同時に、ホームページの方でまだ受付始めますんで、これもワールドカップ始まったなと思ったら、じゃあちょっとホームページどうなってんのかなって形でチェックしていただいて、まあ遊び半分でね、送っていただければ、超ラッキーだったら3800円もらえると思えばいいじゃないですか。だからちゃんとフォームの中に、たとえ全部当たっても、ドブ屋敷には行きたくないっていう項目も入れますから、でそういうことで皆さんね、言われもなくドブ屋敷に連れてかれる被害も少なくて済みますんで、ぜひぜひ参加していただきたいと思います。そうね、だからその日本対オーストラリアを見てる時に、ああなんかわかんないけど、今ちょうど若手芸人の河野くんはよくわからない、よくわからないたどたどしい解説に切れてる頃だなとか、あそれから、若手芸人の桐畑くんはいちご 100% 見てんだなとか、それから、若手芸人の高橋くんはサイコロ振ってんだみたいなことをですね、ちょっと頭に思い浮かべることでより楽しく、ワールドカップを見ていただけたらということです。あとは俺ちょっと俺塩越後の方少し勉強しよう、俺少し勉強しよう。国旗の色とか、国旗の色とかすげえよ、何度も言おう、オーストラリアの国旗の色とか、あとカンガルーの秘密とかもいっぱい覚えて、ちょっとどうしても解説できないプレーとか起きた時には、カンガルーは有袋類ですみたいな。